はい、というわけで今回はサカツクロードトゥーワールドの SWCC をやっていきたいと思います。ドミノピザからねちょっとねメールが来ちゃってますねこのタイミングで。はい、というわけでじゃあ今回は SWCC をやりたいわけですけれども、いつものようにゴールドディビジョンでひっそりとやっていきたいと思います。まずベスト16、まあそんなの狙ってないですけどもね、ベスト16に入るためにはどれぐらいの勝ち点になってます？今133勝ち点で取りこぼし数は大体7ですね。まあいつもは8ぐらいだろうなーなんて思ってるんで、勝率的に言うと8割の勝率をないとダメってことですね。実際の J リーグとかサッカーリーグよりも厳しい。基本的には大体6割、勝率は6割で十分優勝争いできますからね。はい、というわけでじゃあ今回はね、この50試合の模様をお伝えしたいと思います。できれば日曜日には更新したいかな。24日には更新したいと思います。はい、どうも、マグマグマグロンと申します。残。じゃあまずは今回の戦術じゃんけんで挑むマグの4戦術をご覧いただきたいと思います。まずは、こちら、あ、これ違うな。リーグ回すやつだな。はい、こちら。ちょっと、矢印みたいな矢印。はい、もう一回。ザン・ロッソネロの鍵。そして、レ・ソルシエだそうです。はい、というわけで、今回のカウンターは、新監督、ノッツ監督のレ・ソルシエでいきたいと思います。一応マグはね、新しく来た監督さんは必ず使うという変な縛りを勝手に組んでしまったのでこうなっておりますが、これは何だろう、前回の SWCC1 回戦で手に入った監督だったかな、ちょっと忘れちゃったけどね、ブルーノ・メツさんですね。まあセネガルっぽい人選にしたいけれどもセネガルの選手は誰も入ってないですね。で、現在14万5485なんですが、これが選手交代することによってこうなります。高原が出てメッシがね交代ってのはすごいよね。でセルジ・ロベルトの、これでまあ15万3721なんで、まあこんなもんしか上がらないとねえ、残念ですけどもね。さあ新監督どんな状況になるんでしょうか。そしてわあ、なんか3つ並ぶのいいね、やっぱりね、嬉しいね。ただね、これ矢印見てもらうと分かるんだけど、4人しかサイドの選手いないんです。ほらこれがねかなり残念なんですが、もうちょっと致し方ない。で、これも新監督、これも今回の SWCC で1次予選を5試合プレーすれば、もらえる星4監督、ジラン監督でございます。ジヌディーヌ・ジダンでございます。先日はエルブランコ下位149,402なんですけど、これ実はね、選手交代できず、まあ、メッシ・フリットを変える意味があまりないということでね、ちょっとねこれだけねちょっと残念ですけどもね、選手交代全くできないんでね、このままです。149,402、これがこのままになるので、ちょっとサイドは今弱々ですね。やっぱりオランダで組みたいなね、しょうがないね、そういう縛りしちゃったからね。はい、次はポゼッションで、これはもう前回も使っていたセレソンブラジレイラーなんですが、前回と違う部分といえばですね、両サイドをブラジル人にしましたね。まあ、カフーとロベカルがいないんでこういう感じになってます。星4のファビーニョ、そして星4のファン・ジェズス、こちらは星4で、ごとつしてあります。星4ごとつですね。面白いもんでね、今までやってた280連の無料とかでね、ブラジル人のこのファン・ジェズスとファビーニョは自力でごとつが可能なぐらい星4がいたので、まあ、ちょっとこういうのにしてみました。強いかどうか知らない。で前回と違う部分といえばね、ネイマールとカカが、入ってますね。前回は入ってませんでした。ネイマールがね、星4のネイマール使ってたかな。で、これもメンバーを変えると、カカが変わっちゃうんだけど、カカに変えてテホ。で、ごとつしたケディラが真ん中に入って、最後はセルジ・ロベルト。これで162,900ということで、今回のマグのチームの中では一番数値高いですね。16万を超えてきましたね。はい、じゃあ次、中央突破。
中央突破はおなじみレッドバードでございます。まあ、レッドバードにする理由としてはね、ヘンダーソンいるんでね。だけどまあちょっと左がストニコフなのがちょっと残念だけど、フィニッシャーの左ウィングがね他にいないんで、ここだけねポジションになっちゃうのが残念ですけどね。中央突破にまた他のね3トップのやがあればいいね。でこれもメンバーが変わります。まずサラが出てるしね。149,200からメッシが入りの、ドンナルンマ入りの、インザーラの。で、これで 153,164 ということで、ほとんどの戦術がちょこっと15万超えるぐらいの数値なんで、あんまりね、格段に上がっているわけではございません。はい、というわけでじゃあ、いつものように、まず1試合だけお伝えしたいと思います。さあどんな成績になるんでしょうかね。とにかく今回もね、ゴールドトロフィーいっぱい欲しいな。今現在572か。うまくいくとね、自力ごとできるんだよね。ただ、ちょっとアーセナルの選手が出てくるんじゃないかっていうのがヒヤヒヤしちゃっててね、使えなかったんですけど、今回でちょっとドイツのフォワード欲しいかな。そうするとね、多分ね、ゾリーデマンシャフトがね、だいぶ強くなるかもしれない。交換所だったっけ？何見ればいいの？これも俺アリーナの交換所見たな。失礼。まあいいや。確かね、ドイツのフォワードがいたような気がするんで、それをね、自力でごとするっていう手もあるかなーなんて今思ってまーす。はい、じゃあ1試合目行きましょう。さあ、まあいい成績だったらいいんだけどもね。おっと、まあ数値的にもねだいぶ低いんで、点を取りに行けにしてダイジェストと。はい、じゃあまずは第1試合目いきたいと思います。まあ、戦術じゃんけんでやるので4戦術やるんですが、今回は新監督がノッツ監督とジランなんで、ほとんどの監督さんが多分前回と変わんないんじゃないかなって思うんですよね。なので前回と変わらないっていうことになってしまいますと、またあれですよね、多分セレソンブラジレイラの使用回数が多いんじゃないかなっていうのがちょっと思います。前回もね、中央突破だけでね20試合ぐらいやってんだよね。だから多分今回もそうなっちゃうのかな。さあさあ、ネイマール、おーっとエストロイされてしまう。いいよネイマール転んでも。はい、デルナンブキャノン。ただね、今回今使ってるこのセレソンブラジレイラなんですが、まあ、当然のごとく、リーグ戦で試合回してはいるんですが、まだね、オランダ染めの人たちも連携戦が整ってないので、交互にね、まあ、使い回してるところなの。おい、いいシュート打ったねデルナンブキャノン。なんでね、連携線が全然整ってません。だからまだまだね、この、オランダ染め、そしてブラジル染め、どっちもまだ強くなる要素を秘めてるんでね。優しいヘッド。ロナルド。で、星さんのスキルを食わせたことはもう全員に食わせてるんで、それはね、簡単にできるんでやったんですけど、残念ながらね、上級移籍特訓がね、ちょっとね、しょぼいっすね、まだね。デルナンブキャノー、大活躍だね、今日。ハットトリック。ならね、まだまだね、このチーム、2チームともにね、強くなる可能性を秘めているのでね、楽しみですよね。そう、上級移籍特訓でね、勝者のとかね、アンタッチャブルとかね、あそこね、まだついてないんですよね、このブラジル染めの選手たちにはね。はい、というわけで、開幕快勝ということで幸先いいですね。マグがねこうやって動画にする時の1試合目ってのは大体ね勝たないっていう、そういうことが多かったんですけども、今のはねちょっと戦力差がありましたね。申し訳ないですけれどもね、ガンガンそこら辺は詰めていきたいと思います。じゃあまずは10試合終わったところまでカット。そして今回もまた光ブレを間に挟みたいと思います。はい、やるよ、次やるよ。
はい、というわけで10試合終わりました。7勝3取りこぼし、まあまあまあ悪くはない成績ですが、意外にも健闘がカウンターのレ・ソルシエ3勝1敗。でまあやっぱサイドとポゼッションが全然試合させてもらえなくて、レッドバードが4試合もやったんですけど、今回は結構取りこぼしてますね。1敗1分け、1個ね分けたやつなんかはね、キーパー退場してるのにね、その後ね点取れなかったのはねちょっと残念ですね。こういう時はちょっとねボッコボコにしてほしいですよね。うん、1個なんかこう勝ち試合を逃したっていう感じがしてね、ちょっともったいないですね。あ、ちょっと戦術ではね、下回るんですけれども、まあ結果的に上になるんで、こっち、このまま行きましょうね。はい、じゃあダイジェスト、またちょっと戦力差がありますね。そういえばさっきまでやってたね、10試合の方ではね、戦力差のある相手と当たることはほとんどなかったですね。ちゃんと14万9千ぐらいのね、ぴったりで戦ってくる人の方がほとんどでしたね。まあちょっと試合を見せるときに限ってこう、数値の低い方と当たっちゃって申し訳ないですけれども、まあ動画にする分ぐらいはいい試合をお見せしたいと言ってるのにもかかわらず全然手入らない。さあね、おっと向こうからですか。あ、でもなんかあれですね、ユベントスチックな、いやコーナーは蹴らせない。よしちょっと前半0-0が嫌な感じなんでね、ちょっと1点先に取ってもらって、お、直接蹴っちゃったかな。メッシでした。まあ、久しぶりにエルブランコ回か、これがあのジランのエルブランコ回なんですけれども、まあ、確かにフォーメーションが守備的なんだよね。3ボランチだからね。おお、入んないのかな、入んないのかな。おいおいおい、同点はやめてくれよ。あまり強くないのかな、エルブランコ界は。ちょっと守備的なんだよね。まっさろまっさろ。いや、蹴らせない、蹴らせない、蹴らせちゃうのは入るパターン。コントロールヘッド。やられた。49分同点。なんというコーナーキックでやられてしまった。いや、ボッコボッコにする予定が。なんという低たらく。てか、チャンス数が全然ないね。やっぱりあれか、4バック3ボランチって良くないかな。いや、良くないのかな、これ。そう、選手交代はないんでね。これ以上数字は上がらないチームなんで、これでいいんですけど、いや、いまいちだな。なんかこう、いまいちだな。いやいやいや、というわけで、引き分け。うん。やっぱね、ちょっとエルブランコ界は、厳しいかな。確かに1個勝ったんだけどね、1個勝ったのも 1-0 なんですよね。はい、というわけでじゃあまた20試合目まで終わるまでカット。いまいちなのかな。はい、というわけで20試合目も終わったんですが、全く同じ7勝3取りこぼしということで、さっきと変わっておりません。1敗2分けなのか今回は。で1敗がレ・ソルシエ、また負けたんですね。で、2分けがエル・ブランコ回ということで、まあ予想通りの取りこぼしはやはりこの上2つでしたね。まあそれはもうしょうがないっちゃしょうがないっすかね、これはね。はい、というわけでね、今ね1試合目撮ったんだけどね、映像の乱れがございました。途中で固まってしまったので、こっちを1試合目だと仮定してやりたいと思います。じゃあこっちでもう1試合お見せします。ちょっとね、今のはね、サカツクが止まったっていうかね、動画を保存しているソフトがね途中で止まっちゃいましたね。なのでじゃあこちらを使わせていただきたいと思います。残念ながらね、そのさっきの1個前の方ではね、光プレイもあったんだけどね。いや、いいシーンが撮れたなぁなんて、しかも勝ったしね、いいシーンが撮れたなぁなんていうのがあったのに、そういう時に限ってね、止まるというね、残念な結果でございましたけれども。
今心配なのはコメントの方も取れてなかったらどうしよう。さあまずは先生ロナルドね、せっかく多分うちのチームで強いのはこのブラジルだとは思うんですけど、なかなかねそのブラジルチームを使う機会があんまりないですね。うん、やっぱりカウンターが強ければ、カウンターを戦術を使う、あ違うか、サイドか、サイドが強ければね、みんなサイドのフォーメーションを使うんでしょうけど、なんか普通にやられてる。ワイナルドゥムメッシュ、ほらさっき動画のやつが壊れてなかったら、ほらこの試合を放送することはなかったのに。いやでも同点にするぞ、頑張れカカ、ループシュート。カカにも固有の光プレイってあるのかな、みたいな。あ、ゴールパフォーマンスは固有だったかな。まあ、まだねネイマールはごとつしてる選手じゃないんでね、これもいずれね次のごとつは、ネイマールに、おっと逆転、ネイマールにするつもりなんでね、今まだねフリットがごとつされてないんで、フリットの次にネイマールでいきたいと思います。なかなか点の取り合いになってますね。さすがセレソンブラジレイラ、点もしっかり取られるね。さすがブラジル、ほらこのようにグラフね、ちょっとね、しっかり点取られるのはやめてほしいやね。まあでも、両サイドバックがね、星4ってのもね、ちょっとあるのかもしれないね。ああ、また取り返す。バカ試合になっております。すごいですね。守るよりも点を取る方に注視していく。そう、もうね、点差を開いていかないとね、心配でしょうがないね、このサッカーはね。さすがブラジル。あとネイマール。これだけやって光プレイがないというね、さっきはあったんだよ。さあもうこれで終わろう。おい、よしよしよし、バカ試合ではございましたが、しっかりと勝利させていただいて、いや、よかったよかった。というわけで、また30試合までカットしたいと思いまーす。はい、というわけで30試合終わりました。はい、なんとこの10試合は9勝1敗ということで、すごい成績が出てきましたね。ようやっとですけれども、今回はレッドバードで1敗しただけで3勝3勝2勝1勝ということで、なかなかいいですね。エルブランコ回も勝てるようになりましたね。2勝しましたね今回ね。はい、じゃあ次いきます。セレソンブラジレイラが一つも取りこぼしなしってのがやっぱりなかなかいいですよね。はい、じゃあ次はそのまさにセレソンブラジレイラで試合を見ていきたいと思います。ボッコボッコの試合ですね。はい、じゃあどうぞ。ね、ちょっと点は取られるんだよね。でもね、やっぱり点も取るんでね、まあ、4、5点は取ってくれる印象がちょっとありますよね。まあ、失点も結局してるから、どうなんだろう、得失点差的にはね2か3ぐらいしか加算されてないかも。あ、俺なんか場所間違えたな。久しぶりに試合を見るになっちゃったかもしれない。ちゃんとフォーメーションが出てますね。ダイジェストじゃないやつを見ちゃいましたね。じゃあこれはスキップさせていただいて、あ、こうなるとあれか、全部1個ずつになっちゃうんだっけ、シュワーンってのじゃなくなっちゃうんだっけ。今から帰れる、帰れないか。帰れないか。ごめん、じゃあ3倍速にしちゃうわ。あ、これ、ゴールシーンも3倍速になっちゃう？あー、入ったー！デルナンブキャノー！直接フリーキックでしたね。そうか、ゴールシーンもそうなっちゃうのか。試合を見るにしちゃいましたね。申し訳ないが、3倍速で。
まあね、単純にね、あの動画を配信するときのね、あの都合上ダイジェストにしてるんですよね。まあね、大体30分を超えるギリギリあたりが動画にするのにちょうどいいサイズなんですよね。それ以上になるとね、パソコンが悲鳴を上げるんだ。だからね、ちょっと尺の都合上これ試合を見るにしてないってだけでね、いつもねダイジェストにしてるのはそういうことです。まあ、滅多にない試合を見るをやっておるわけですけれども、こうやって見るとあれだね、なんかこうどれだけ攻め込まれてるのかがよく分かっていいね。やっぱりおはじきよりね、横転されちゃいましたけれども、あー今度は木だ。やっぱりしっかり点取られるし、ど真ん中中央突破でしたね今ね。あーなんか結構攻め込まれてるね、こっちの方がね。ちょっと3倍速で申し訳ないんですが、それでもしっかり攻め込まれてるのは分かりますね。さあ意外とこっちのチャンスがほぼないですね。うん、シュートチャンスがほとんどない。ああこういうのも分かるんだ。さあでも同点には追いついてよ。同点にはメッシが勝手に行ってるね、メッシの単独ドリブル、光プレーじゃないけれども勝手にドリブル突破でしたね今ね。はい、というわけで試合を見るにしちゃいましたが、2対2の引き分けでした。というわけで急に取りこぼしになっちゃったね。今まで、1取りこぼしもしてなかったセレソンブラジレイラですが、初の取りこぼしということでね。はい、というわけでじゃあまた、40試合やるところまでカットー。ソーサミス。はい、というわけで40試合まで終わったんですけれども、残念ながら今回5勝5取りこぼしということで、取りこぼしまくりましたね。さらにね、今回セレソンブラジレイラでもね、とうとう1敗1分けしちゃいましたね。残念で、あと他で言うとカウンターのレ・ソルシエが2敗。いやちょっとね、取りこぼしましたね結構ね。でまあ、報酬をもらえるのは3桁なんでね、目指せ3桁って言ってるんですが、今やってるのがね、土曜日の午前中なので、まだまだあるので、でもこの段階で700位ってどういうことなんだろう。そんなことないよね、絶対ね。まあ、勝ち点はね、100は絶対超えなきゃダメ。前回どれぐらいだったかな。まあ、それでもね、まず3桁目指したいと思います。はい、じゃあ残り10試合、3桁いけるんでしょうか。まあ、3桁がね、その、一種の基準であるのでね、やっぱりね、その、ゴールドトロフィーもいっぱいもらえるしね、さっき間違えたんだよな、ダイジェストね。はい、じゃあカウンターいきます。ちょっと数値はだいぶこっちの方が上手なんですが、さっきそんなこと言って1-1の引き分けだったので、あまり当てにはなりません。今回やっててもあれかな、14万9000とかでギリギリちゃんと数値をスタメンで合わせてくるっていうのは、結構多かったかもしれないですね。なんか前回はね、結構数値の段階でもう下回るのがね、圧倒的に多かったような気がする。だからもしかするとね、あの今回は上から降りてきてる人たちもいるかもしれないね。なんかあの前回ね、このカテゴリー別になった SWCC 始まったので、前回はねちょっと1個上のカテゴリーでプレイしたっていう人たちがね、降りてきた可能性ありますよね。ちょっとね、前回ほどにちょっともしかしたらその取りこぼし率変わりますよね。前回なんか結構勝率高かったもんね。だからね、今回はね結構ね、勝ち点ねあまり高くならないんじゃないかなと僕は勝手に想像しておりますけれども、どうなんでしょうか。でまずはね、今回結構メンバー変わってんですよね。あの自力ごとつもいますし、まあブラジル系の選手なんかはみんなそうだし、多分、どっかで、光プレイ達してると思うんだけど、高原もね、あの、みんな持ってる高原ごとつ、ね、
あの、レジェマで出てきた高原ですね。あれなんかもね、まだね、全然連携戦整ってないからね。まあでも、レジェ、あれのゴールってのは、高原固有なのかな？あんまり見たことないけど、他の選手で。レジェマでも固有のゴールシーンが出るのはいいな。さあ、手法とかにはないもんね、だって。よし、高原ー！だって、あれだもんね、ゴールパフォーマンスだって、高原の専用のになってますもんね。まあでもあれは他の選手もあのゴールパフォーマンスあんのかな？ちょっとわかんないけれども。高原がよくやってたような。おー！というわけで、3対0で、勝利ということになりました。さあ、あと残り9試合。さあ、どうなるんでしょうか。勝ち点100は確実としても、もっともっと、上積みしていきたいと思います。じゃあ、一旦カット。はい、というわけで全部50試合終わりました。残り10試合の成績はなんと9勝1敗ということで、いや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 、最後のラストスパートも実りました。勝ち点は116、取りこぼしは13取りこぼしか。まあベスト16に入るのには8取りこぼしぐらいだったと思うので、まああと5試合ぐらいね、どっかで穴を埋めれればいいんですね。じゃあ全部見ていきましょうか。カウンターが4敗。エルブランコ界は無敗ですか？あららららら。あらら、ちょっとそれ予想してなかったな。最初なんか結構散々なこと言っといて。そうですか。いやー、これすごいな。1、2、3、4、5、6、7。7勝0敗2分け。これは結構、悪くないかもしれないですね。あれ？でもまあ、守備的すぎるってちょっと言ってたんですけどもね。で、ちょっと、フォーメーションの方映しながら。で、やっぱり一番勝ったのは、セレソンブラジレイラですかね。やっぱね、ちょっと、これはね、うん、やってても強いなと思った。11勝1敗1分けか。結構いいっすね。やっぱり。今回ばらけなかったんだね。だから、それを見ると、ちょっとじゃあ順番に。まずカウンターのレ・ソルシエ。まあ、このフォーメーションですね。これが9勝4敗ということで、まあちょっと負け込んじゃいましたね。4敗もしちゃいましたか。なんかあまり、ま、引き分けとかはもうないっていうのはちょっと意外な感じだったかな。で、サイドの新監督、エルブランコ海。これがちょっと予想以上の活躍ということで、7勝2分け。無敗で通過しました。やはり、トレスボランチが効いてるのかもしれないね。やっぱり負けないっていうのはそういうことかもしれない。で、2分けっていうのもね、0-0 とかもあったしね。メッシフリットだけではやはりゴールを取ることがちょっと難しいのかな。これが多分一番優秀、ブラジルのセレソンブラジレイラなんですが、こちらが11勝1敗1分けということで、やはり一番好成績なのも、ここになるんじゃないでしょうかね。で、まあ、取りこぼしの数で言ったら一番多くなっちゃったのが、最後、レッドバードか。こちらが10勝3敗2分け、ということで、まあ、5試合取りこぼしちゃってんのか。そっかそっか。なんか、そんなに無茶苦茶に取りこぼすかなーって感じはあんまりなかったんですがね。真ん中をご通常じゃなくて、次はゼルドフにしようかな。数値が下がってもいいから。ちょっとね、もしかしたら、アンカーの部分の何かに、ちょっと問題があったのかもしれないね。はい、というわけで、今回の結果は以上になりました。で、今、土曜日1時半でございます。現在のマグの順位は、なんと、何位だった？157位でございます。で、あれから
まあ、7取りこぼしになっちゃってるかな、そのラインがね。多分明日までかかるとすると6取りこぼしがいい感じなのかな。ってことはマグはあと勝ち点20近く必要になるわけですね、やっぱりね。いや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 、20っすか、結構あるな。はい、というわけでこんな感じになりました。で、まあおそらくね、これから順位はどんどん下がると思うんですが、意外といい順位でしたね。もともと狙っているのは3桁だね、ここだったんですけど、まあ500位まで粘れないかな。ちょっとね、500位まではいけるんじゃないかななんてちょっと思うんですけど、どうなんでしょうかね。せめて500位以内いけたらいいかなって思います。じゃあ最後に、最終順位の確定のところだけ移して終わりたいと思います。じゃあ一旦カット。はい、というわけで、ただいま日曜日になりました。さあ、これでね、もう結果が分かっていると思います。はい、というわけで今回マグの順位はこうなりました。247位。なるほど、ということでね、結構いい順位になりましたね。ちょっとどっかに書いとこう。247位。で、報酬ってどうやって見たっけ。もう見れない、戦わないから報酬は見れない。あ、これで見れるね。というわけで、マグはゴールドトロフィー92個、そして、上級遺跡特訓がこういう風にもらえるようになりました。ありがとうございます。うん、まあでもやっぱりこれぐらい成績がいいといいね。マグが目標にしていた3桁順位だとゴールドトロフィーは67だったんですね。まあ、こんだけもらえれば結構な、なんかね、もらえそうだよね。イベントショップだっけ。まあ、誰がいいんでしょうね。まあ、マグはね、多分ね、ドイツのね、これがね、ちょっとごとつできるわけだもんね。もうすでにね、こんだけ持ってれば。でカウンターでGミューレンのフォワード、あ、1万1000いくんだ。ちょっとね、今欲しいなって思うのはね、ミューレンをいきなりごとつしちゃおうかなっていうことですよね。で、あと他にはやっぱりセンターバックがごとついないんですよね。バリントってどこの国？オランダだっけ。あー、でもオランダはな、クルーマンいるしな。まあでもオランダもね、十分強くなりますよね、いたらね。ちょっと他はいまいちかな。そのなんか縛りがあればね、取ってもいいかなって気もするんですけど、まあ、ブラジル染めでガンジャっていう手もあんのか。ポゼ？サイドアタックなんだ。サイドアタックなんだ。まあ、ここら辺を取るかどうかは、また次回考えておこうかなと思います。他はなんかね、いまいちな感じするよね。そうね、せっかく右ミッドフィルダーのドイツのレジマ出ちゃったけど、まだ出さなくてもよかったんだね。ここにね、リンドバーグがいるんだったらいらなかったね。セレゾンっていう手もあるね。はい、というわけで、まあ今回はまだね、メンバーには入れないということにして、じっくりここら辺を考えていきたいなと思います。というわけで、今回の動画が良かったという方は、コメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。ああ、いいね、やっぱりね。ほら、ゴールドトロフィー92。残、もう全部もらっちゃう。というわけで、またね、ごとつするかどうかは、そのうち考えておきたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。うん。
いい順位だった。